ぶっ壊しアイドル道の苦戦隊織姫隊です。本日は石巻市立大川小学校震災遺構保存応援チャリティー活動にようこそおいでくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今日はここ仙石コミュニティ広場で、ステージを2回13時と15時から、行わせていただきます。本日はですね雨天のため、まずは開催時間が遅くなってしまいましたこと、申し訳ございません。ちょっとまたバラバラ降ってきてはいますけども、はい、皆さんとの盛り上がりでちょっとね太陽も出てきていますので、そうですね、はい、このね天気をね晴れにする勢いで皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせればなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして皆さん本日は入り口の方で募金のご協力ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね撮影が OK となっているんですけども、ぜひ皆さんの撮ってくださった映像や写真を使って大川小学校の震災遺構保存の応援の呼びかけをSNS などでやっていただきたいなと思っております。詳しくは入り口でもお配りさせていただいておりますチラシの方をご覧いただければなと思います。この呼びかけを今日はこのステージ、このステージの様子を皆さん撮っていただいて、それを SNS またはお知り合いの方にですね、広めていただければなと思っております。どうぞご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まず1曲目にお届けしました曲はこの季節にぴったりな楽曲、桜の花が咲く頃をお届けいたしました。さあここから45分間、ノンストップと言いますか、どんどん曲をお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までお楽しみください。それでは続いての楽曲お届けします。続いてにお届けする曲は織姫隊は2013年から、環境省さんの公式サポーターを務めさせていただいております。続いては 3R をテーマにした楽曲をお届けします。そして2曲目は復興支援ソング第3弾、織姫隊の復興支援ソング第3弾です。昨年12月3日に、販売いたしましたWelcome to Japan 2020にも収録されている楽曲です。この2曲を続けてお届けします。皆さん一緒に盛り上がりましょう。イエーイ。巡り巡った場の中に、何度生まれ変わっても、雨もあるわけじゃない、そんなことに気づいてたら
続けてまず1曲目は「巡り巡った輪の中に」はい、そして2曲目は「オーライ」とお届けいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。何なんですか、でもオーライ、はい、オーライそうなの、オーライ、よかった、すごいです。皆さんのパワーで、みんなのパワーで晴れました。イエーイ、よかったです。さあ、というわけで私たちを見舞台ステージ、皆さんの前でお、はい、するのがですね、なんと2月の22日にやった、はい、ジャスアライブ以来、そうです、丸1ヶ月ぶりです。そうなんですよ、1ヶ月ぶりに皆さんの前に、はい、出てステージすることができました。嬉しいです。嬉しいです、ありがとうございます。今新型コロナウイルスの符号のね、はい、の方で、はい、自粛でオリフメ隊のイベントを中止だったり延期だったりしたんですけども、はい、皆さんはこの期間中何をされてましたか？何されてました？ゴロゴロゴロ寝てた。寝てた1ヶ月ありましたけど、ずっと寝てたんですか？ブログ読んでた。あ、ブログ読んでた。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。右からはいっぱい聞こえたんで、左からもお願いします。何かされてましたか？マイクが向けられてますけど。何もしてない。何もしてない。マイクがあってね、また通訳してる。ありがとうございます。ありがとうございます。でもまあね、何もしてないっていうのもいいですよね。 そんな時間なかなかないですからね。はい、はい、ありがとうございます。皆さんそれぞれ過ごされてたと思うんですけども、はい、私たち織姫隊はこの期間ですね、合宿をしたり、はい、いろいろパフォーマンスを、はいはい、上げるためにね、はい、いろいろ練習をしていたりと、そんな中でやっていましたし、はい、さらにあとはショールーム、はい、ショールーム、なるべく平日に皆さんに顔を見せられるように、はい、ショールームウィークで4日間とか3日間とか配信させていただいたんですけども、はい、皆さんご覧いただいてましたか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんとなくね、いつもコメントくださる方とか、はい、いるのでわかるんですけども、とても嬉しいです。ありがとうございます。やっぱりネットはすごいですね。そうですね、はい、コロナも入れさせないから。はい、皆さんでね、そうやって顔を見せられたのは良かったんですけども、やっぱりね、皆さんの生でね、こうやってお会いできるっていうのはまた違う、はい、全然違うので、もうとっても嬉しいですよね。はい、というわけで今日はですね、今回のこの活動はあれですね、大川小学校の震災以降の保存応援活動ということで、はい、皆さん今日は2回ずつ、パフォーマンスをお届けできるということなのでですね、そんなコロナにも負けず、はい、飛ばす勢いで、今日はお届けしたいということで、今ね、はい、お届けしているんですけども、はい、まだまだ盛り上がっていきますよ。はい、続いて、はい、カバー曲を2曲お届けします。イエーイ、you are the new future.
起きました。そしてここ仙台市宮城野区も大変な被害に遭いました。ここ仙石コミュニティ広場は昨年10月にオープンしました。ですがこの台風19号の際に、ここに避難した車が全て浸水してしまったそうです。私たち道の区仙台織姫隊は全国でも有名な七夕の織姫様から名前をあやかっています。織姫様と彦星様は天の川を隔てて年に一度だけ
七夕の日に会うことができます。しかし台風で浸水してしまうと天の川が氾濫して、二人はその年会うことができなくなります。その時に二人が流した涙を催涙雨と呼ぶのです。二人が流した涙、そして自然災害に翻弄される人間の切ない気持ちを歌った歌を続いてはお届けします。お聴きください。催涙雨、アルタイルのテーマ。Thank you.
がとうございます。ありがとうございます。サイルイブアルタイルのテーマをお届けいたしました。一瞬ですが雨降りましたね。はい、なんかサイルイブが降ってきたなと思いながら歌わせていただきました。さあ続いての曲をお届けします。私たち道の駅仙台織姫隊は3月の8日に石巻市立大川小学校に参りました。そこは2011年3月11日の東日本大震災の時に襲った津波が、津波が襲ったままの校舎の惨状でした。私たちはその校舎を目の当たりにして今日ここで、大川小学校震災以降の保存応援チャリティー活動を行っています。大川小学校は児童が74名、そして教職員の方が10名亡くなられています。命を落とさない方法もいくつかあった中で、いろいろな運命のいたずらで失われてしまった命、私たちはとても残念な気持ちでいっぱいです。今年の1月に大川小学校は震災遺構として取り残されることに決定しました。私たちはこの大川小学校の震災遺構がどれだけ命が大切なのか、命が最優先であるのか、さらにこれから未来の子どもたちが安心して学べる、そして暮らせる学校を作っていってほしいという願いを作っていってほしいと私たちは願っております。そこで今回もこういった、企画を、やらせていただいておりますし、織姫隊は大川小学校震災遺構保存応援チャリティー募金、織姫隊募金をスタートしました。続いては私たちのデビュー曲でもあり復興支援ソングをお届けいたします。この3月8日に当時小学6年生だった結城さんという、男の子を亡くされた遺族の方に、私たちは大川小学校のことをご案内していただきました。その結城さんたちがいた6年生の教室で私たちは復興支援ソング I'm Home を歌わせていただきました。続いては I'm Home 2020をお届けします。それでは曲紹介お願いします。はい、 I'm Home とはただいまという意味です。自分の故郷大川小学校で亡くなられた方々の皆さんのために心を込めて歌わせていただきます。それではお聴きください。復興支援ソング I'm Home 2020。歩いていられれば幸せ。
援ソング I'm Home 2020お届けしました。私たちみちのく仙台織姫隊は日頃世界中の皆さんが笑顔で元気に暮らしていける地球を願って活動しています。ですが今世界中では戦争やテロ、飢餓のような悲しい出来事がたくさん起こっています。そして私たちの身近にも虐待やいじめなど幼い命が失われています。そのような悲しい出来事が日々当たり前にあってはいけないと織姫隊は強く思っています。そして東日本大震災や台風19号、そのような自然災害で被害に遭われた方、そして命を落とされた方、たくさんいらっしゃいます。そのような自然災害が起きた時、少しでもその被害が減ることを私たちは願っています。続いての曲はそんな世界の平和を願って歌わせていただきます。織姫隊の一部のステージ最後の曲です。お聴きください。 Sing for you!